皆さん、こんにちは。米カリフォルニア州の弁護士資格を持つ国際弁護士の清原博氏は、2024年3月28日、テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーに出演し、ドジャース大谷翔平選手の元通訳、水原一平氏が違法スポーツ賭博に関与したとされる背景について分析を交えながら解説しました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。水原氏は今月19日の米 ESPN の取材に、2021年頃に違法ブックメーカーのマシュー・ボーヤー氏と知り合い、スポーツ賭博を始めたと明かしています。また今回の件で、水原氏は違法スポーツ賭博の借金返済のため、大谷選手の銀行口座から450万ドル、約6億7500万円を盗み、ボーヤー氏側に送金したとされています。ボーヤー氏が水原氏に近づいた背景に関連し、清原氏は水原さんは違法な業者の手口に引き込まれたのではないかと分析しました。合法な賭博をして借金を抱えることもあるでしょう。そういう時に違法業者が近づいてきて、もっと大きな賭け金で借金は返せると持ちかける。しかし一度でも違法賭博をすれば相手の手に落ちる。その後借金を重ねれば揺すられてしまう形でコントロールされると、違法業者の手口について語りました。その上でボーヤー氏側がなぜ水原氏に近づいたかについて、大谷選手の背後にいることを分かっているためと推測しました。もちろん水原さんの借金の肩代わりへの期待もあるかもしれないが、もっと大きな理由ではこうした大スターの情報を得たいということ。アメリカのスポーツ賭博は単に勝敗だけでなく、大谷選手が次に打つか打たないかも賭博の対象になると指摘しました。大谷選手が今体調を崩しているとか、実は怪我をしているとか、そういう内部的な情報を得たら、それでもって次の打席で打つかどうか確率が変わってきます。そういう内部情報を得るために、もしかしたらこの違法な賭博業者が水原さんに近づいてきた可能性も十分考えられますと指摘しました。水原一平氏は1984年12月31日生まれ、北海道の出身です。大谷翔平選手の専属通訳として2017年から2024年まで大谷選手のメディア出演やチームメイトとの交流の際に日英英日の通訳を務めたことで知られています。6歳まで北海道苫小牧市で過ごし、1991年に和食料理人の父秀正さんがロサンゼルスで板前を始めたことを機にアメリカ合衆国へ移住しました。学生時代はダイヤモンドバー高等学校までサッカー部とバスケットボール部に所属していたそうです。高校サッカー部では控えのゴールキーパーでした。2007年にカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業と報じられていたのですが、2024年3月に同校は NBC のロサンゼルス局の取材に対し、彼が通っていた記録はないと回答したと報じられています。そのことで学歴詐称疑惑まで持ち上がっています。大谷選手は今回の問題を受けて26日の会見で、自身がスポーツにかけたことはなく、水原氏のギャンブル依存や借金は20日の開幕戦直後のミーティングで初めて知り、勝手に自身の口座から違法ブックメーカーに送金されたと説明しました。水原氏がみんなに嘘をついていたと指摘しています。水原氏が大谷選手の口座にアクセスした方法や、なぜ今まで気づかなかったことなどには触れていません。これについてアメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN は27日までに、アメリカの国土安全保障省が水原氏の捜査を行っていることを認めたと報じました。この問題では日本の国税庁にあたるアメリカの IRS 内国歳入庁も水原氏と掛け屋に対する捜査を始めていて、国土安全保障省の国際的な金融犯罪などを捜査する部門が IRS と合同で行っているということです。一方で国土安全保障省はこの捜査の具体的な内容や大谷選手の代理人から接触があったかについては明らかにしなかったとしています。なぜ水原氏の賭博問題をアメリカの国土安全保障省が捜査するのでしょうか。アメリカの安全保障に詳しい明海大学外国語学部の小谷哲夫教授に話を聞きました。国土安全保障省 DHS はもともと2001年の 9.11 のテロを受けて、アメリカ国内の治安を維持する
維持を強化するという目的で作られた省庁です。ただ対テロの対策を行っているだけではなくて、例えば密輸取り締まりだとか人身売買の取り締まり、あるいはサイバー攻撃についても管轄権を持っています。今回の賭博の件に関しては、インターネット上の賭博を取り締まることがこの DHS の管轄権になっており、その観点から捜査を行っていると考えられます。アメリカは州によってギャンブルを認めるかどうか基準が違うのですが、インターネットを使った賭博の場合は賭博が認められている州と認められていない州、双方をまたいだ形でギャンブルが行われるということがありえます。つまりそういった意味で DHS がこの問題を管轄しているということになります。横断的な捜査がポイントのようです。今回問題となっているのはカリフォルニア州ですが、カリフォルニア州に関してはまだスポーツ賭博が違法とされていて、その他多くの州では一定程度認められています。今回は認められていないカリフォルニア州が拠点となった。それがおそらくインターネットを使った賭博だということで、 DHS が捜査の一端を担っていると考えられます。国土安全保障省は国境をまたいで行われる犯罪を捜査する部門を設けています。捜査の対象となるのは薬物の密輸や武器の違法な輸出、人身売買、それにマネーロンダリングなどの金融犯罪で、犯罪者の検挙や犯罪によって得られた資金を押収することで国際的なテロ組織や犯罪集団を解体することが目的の一つです。報告書によりますと、この捜査部門は去年9月までの1年間に犯罪に関係して送金されたとしておよそ10億ドルを押収しています。国土安全保障省のウェブサイトによりますと、8000人を超える職員がアメリカ国内と世界50カ国以上にある拠点で活動しているということです。ではテロ対策とどうつながるのでしょうか。もともと 9.11 の後に DHS が作られた時はやはりテロを未然に防げなかったということで、テロからいかに守るかということが一番重要なポイントだったそうです。その後さまざまな省庁から権限を吸収する形で、対テロだけではなく国内全般の治安を担うことになってきました。例えば国境管理の問題やコーストガードもアメリカの国土安全保障省の傘下にあります。さまざまな犯罪の局面で取り締まりを行うということなのですが、違法なギャンブル、インターネットを使ったギャンブルで得た資金が例えばテロも含めて他の犯罪にも使われうるわけです。国内の治安全般を守るためには、少しでもテロの資金源になるようなことは取り締まらなければならないということで、幅広い取り締まりの権限を持つようになってきたとしており、権限が集中してきたということになります。もちろん国内の警察機関、連邦捜査局、FBI と権限が重なる部分もありますので、共同の捜査を行うこともありますが、国外からの脅威が国内に流入するのを防ぐのが DHS の一番の特徴です。その上で今回のインターネットを使ったギャンブルというのは、サイバー、情報の側面からの脅威という観点で DHS が担うということになったと考えられます。捜査の焦点として、まずはこのギャンブルにあたってはそれを取り仕切っている胴元が存在します。その胴元の捜査を DHS が仕切ってきた一環で、水原一平氏も捜査対象になったということではないかと思われます。一番の焦点は胴元が行ってきた不法行為、これの取り締まりということになります。ただ胴元が主催していたインターネットギャンブルに関わっていた人たちも当然捜査対象になってきますので、それが現状だとしています。アメリカでは今週 NBA アメリカプロバスケットボールの選手をめぐってもスポーツ賭博をめぐる不正行為の疑いでリーグが調査を行っていることが報じられるなど、スポーツ関係者と賭博をめぐる問題が表面化しています。スポーツ専門チャンネルの ESPN などによりますと、調査されているのはトロントラプターズのジョン・テイ・ポーター選手です。報道によりますと、今年1月26日と今月20日の試合について、選手の試合中の得点やアシスト数などの数字を予想するプロップベットという掛け事で不正が行われていた疑惑があるということです。いずれの試合でもポーター選手の得点数などが低くなる予想に対する掛け金が巨額に膨らんでいて、ポーター選手は自己申告による怪我や病気を理由に極めて短い時間しか出場しなかったということです。
ESPN の取材に対し NBA の広報担当者は、この件について調べているとコメントしています。 NBA の選手やリーグで働く職員は NBA の試合で賭博を行うことが禁止されており、違反すると出場停止や契約解除などの処分を受ける可能性があるということです。アメリカのスポーツ専門サイトジアスレチックは、今月23日と25日のラプターズの試合ではポーター選手がチームに帯同していなかったと伝えています。大リーグドジャースの大谷翔平選手の専属通訳だった水原一平氏が関わったとされるスポーツ賭博がどのようなものだったのかは明らかになっていません。アメリカでスポーツ賭博をめぐる問題が表面化したことを受けて、アメリカの大学スポーツを統括する組織 NCAA 全米大学体育協会は SNS にチャーリー・ベイカー会長の声明を投稿し、スポーツ賭博の問題は全米で増加傾向にあり、競争の誠実性を脅かし、学生やプロのアスリートたちが嫌がらせを受けることにもつながっていると懸念を示して、学生アスリートを守るための対策に力を入れていく姿勢を示しました。声明では特にプロップベットと呼ばれる選手やチームの特定の成績や試合中の出来事などが対象となる賭博に対して懸念を示し、NCAA はこれまで州当局と協力して多くの州でこうした賭博を禁止してきたとしました。その上で、今週我々はこうした賭博を認めている州の関係者に連絡を取り、スポーツ賭博の市場から学生アスリートを対象としたこうした賭博を撲滅させるよう求めていく。 NCAA は試合の誠実性を守るためにスポーツ賭博とは一線を引くと強調しました。アメリカではNCAA が主催する大学スポーツの大会はアメリカンフットボールや野球など多くの種目で人気が高く、毎年3月から始まるバスケットボールの NCAA トーナメントは全米が注目する一大イベントです。アメリカでスポーツ賭博をめぐる問題が表面化する中、27日アメリカでオンラインのスポーツ賭博やカジノなどを運営する大手7社の利用者が、健全にギャンブルを行えるよう啓発活動や対策などに取り組む団体を設立しました。団体によりますと、設立に携わった7社を合わせると合法的なオンラインのスポーツ賭博市場の 85% 以上を占めるということで、団体の1年目の活動には2,000万ドル、日本円でおよそ30億円以上を投じるということです。団体のトップには長年ギャンブル依存症の対策などに取り組んできた専門家を据え、利用者が健全にギャンブルを行えるよう啓発活動を進めるほか、ギャンブルが招く問題への対策などにも取り組むということです。アメリカでは40州近くの州でスポーツ賭博が合法化され、携帯電話から簡単に参加できるアプリも普及し人気がある一方で、ギャンブル依存症や違法賭博などの問題も指摘されています。さて、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督は26日、違法賭博問題で水原一平氏が解雇された問題が大谷翔平選手に与える意外な波及効果について説明しました。同監督は、水原氏を介してのコミュニケーションを難しかったと振り返った上で、緩衝材がなくなり翔平はチームメイトに溶け込みやすくなったと断言しています。またデータ野球に精通している新通訳のウィル・アイアトン氏を秘密兵器だと評価しました。ところで、水原氏に裏切られたショックなのでしょうか、はたまた水原氏のサポートがなくなった影響なのでしょうか。韓国で行われたパドレスとの開幕戦で今季初ヒットも初打点も初盗塁も決めた大谷選手が28日に待つ本拠地開幕戦を前にエンゼルスとの3試合のオープン戦をノーヒットのまま終えてしまいました。25日には全米を揺るがしたスキャンダルについて会見を開き、6年半もの間タッグを組んできた水原氏に騙され嘘をつかれて口座から450万ドル、約6億8000万円を盗まれたという衝撃の裏切りを告白しています。しかし、ESPN など複数の米メディアの報道によると、ロバーツ監督は、ただの通訳というわけではなく、コーチ、チームメイトの中間にある人間で、球場内外で二刀流スターが必要とした全てにおける世話役だった。大谷とコーチの調整役となり、言葉の壁をなくす橋渡し役となってきた。水原氏がいなくなったことによる意外なプラス効果を先ほどの通り口にしました。ロバーツ監督自身も、キャンプ、オープン戦、韓国での開幕シリーズと戦う中で、大谷選手との会話には常に水原氏を挟まねばならず、
難しいと感じていたといいます。ロサンゼルスタイムズ紙によると、アーロン・ベイツ打撃コーチがコミュニケーションはとても滑らかにいったとコメントしています。複数のコーチが大谷選手とダグアウト、クラブハウスでより直接会話を持つようになり、彼らは水原氏がいた時よりもより英語で大谷選手と話しているといいます。ロバーツ監督は、我々は彼がどれだけ英語を分かっているかに驚かされると思う、そしてそれは良いことだと思うと大谷選手の英語力を評価しているそうです。チームメイトも大谷選手をバックアップしようと積極的に声をかけているようでした。開幕シリーズでは3番一塁で出場してきた2020年のナ・リーグ MVP のフレディ・フリーマンは、大谷選手の会見を聞いた上で大谷を支持すると断言しました。そのことについて彼が話すことができたのは良かったと思う。彼は問題に対する答えやメディアに話せるだけの明確さを示したかったと思う。彼にとっては胸の苦しみを打ち明けられて良かったと思う。今後もしっかり対処できるだろうとしています。いかがだったでしょうか。様々な問題をはらんだ水原一平氏の違法賭博問題。賭博に関与していた頃は国の機関が動くことを想定していなかったのではないでしょうか。ここまで大ごとになるとは思っていなかったのか、麻痺していて感じなかったのか、詳しくは分かりませんが、水原一平氏自身の心情を今聞いてみたいものです。そして早い解決を図ることで大谷翔平選手の精神的な面をクリアにして、いつもの快音を聞かせてほしいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。